ムーバスコミュニティバスとは、地域住民の移動手段を確保するために、地方自治体等が運行するバスである。京愛路など、交通空白地帯の解消のため、また、交通事業者が赤字路線から撤退した後、高齢者や障害者、学生や児童など、交通弱者の交通手段が失われないよう、市区町村等が費用を負担して、バスを委託運行することが多い。 コミュニティバスは法的に明確に定義されている概念ではない。法的には一般路線バスと同様道路運送法などの規定に従う。国土交通省のコミュニティバスの導入に関するガイドラインでは本ガイドラインでコミュニティバスとは交通空白地域、不便地域の解消等を図るため市町村等が 主体的に計画し、以下の方法により運行するものを言うとして、一般乗り合い旅客自動車運送事業者に委託して、運送を行う、乗り合いバス市町村自らが自家用、優勝旅客運送者の登録を受けて行う、市町村運営優勝運送と定義している。なお、公共交通機関を利用できない高齢者や、障害者の移動手段を確保する施策としては、 日本で採用されているコミュニティバスの他に、米国などで採用されている個別移送サービスであるパラトランジットやスウェーデンなどで採用されているタクシー車両などを利用する予約制のフレックスルートバスなどもある。本校では日本におけるコミュニティバスについて説明する。コミュニティバスは地域内の住宅地や集落と鉄道駅や公共施設、 病院などの施設を結ぶ生活路線、観光拠点を循環する路線など様々な種類のものがあり、従来の路線バスを補う公共交通サービスとして運行されている。上述の通りコミュニティバスの明確な定義は存在しないため、一般路線バスとの明確な線引きは難しい。各地域の実情に合わせ、多種多様な運行形態のコミュニティバス路線が存在する。 先駆けは、東京都武蔵村山市が1980年に運行を開始した武蔵村山市内循環バスとされており、同じく1980年代に日野市で運行を開始した日野市ミニバス、1990年代に現在のコミュニティバスの概念を採用して成功した武蔵野シムーバスなど、東京多摩地域を先駆けとして、日本全国各地に広がっている。 自治体がバス事業者に運行を委託し、運行経費の赤字分を自治体が補填する方式が一般的であるが、新宿区の新宿ウィーバスのように車両購入費のみを自治体が補助する場合もある。コミュニティバスは乗り合いバス事業者の路線がない地域を運行し、しかも運賃は 一般路線バスに比べて低廉に設定されることが多いため、収支均衡させることは極めて困難であり、純然たる営利事業として捉えることは適当でない。交通空白地帯の解消、公共交通の確保という公益的な観点から、自治体からの補助金により、運行費用の赤字補填が行われるのが一般的である。 2006年10月の道路運送法改正前は、貸切バス事業者への運行委託は、旧21条、自治体所有の自家用自動車での運行は、旧80条に基づき運行されていた。道路運送法改正に伴い、21条バスは、廃止され、道路運送法4条に基づく一般乗り合いバスに、統合された。境愛路線であったり、通常の利用者が少ない場合は、 小型のバスが使用されることが多い。旅客需要数や道路幅、乗務員の所有免許の関係で、ジャンボタクシー等を用いる乗り合いタクシーとして運行されることもある。また、事前登録や予約が必要なデマンドバスとして運行されることもある。市町村合併に関連して、合併した各市町村の庁舎や中心市街地総合間を、 連結する交通手段を確保するため、新規にコミュニティバスの路線が設定された地域もある。また、東日本大震災の際は、津波被災地において自家用車が浸水した中で、移動手段としてコミュニティバスの支援が求められたこともあった。コミュニティバスの実際の運営方式は、大まかに以下のように分類できる。日本のコミュニティバスの導入の発端は、 香港で盛んに運行されるパブリックライトバスであると言われる。香港のミニバスは2種類あり、車体が緑のものは決まった。運行系統を持ち停留所も決まっている。車体が赤のものは商業地区と住宅地区を結び、通勤や買い物の路線として自由乗降が可能で、ファジーな運行を行うバスである。日本の交通行政関係者が香港を訪れた。 時に非常に中密、安価、かつ合理的な経営をしていたことに驚きを感じ、日本でも短距離、省油総力、かつ安価な同様のバス路線が運行できないかと、検討した結果生まれたものとされている。香港のミニバスは、校舎を知らせる押しボタンがないものが多い、運転手のサービスや身なりが悪い、立つ席がないなどの欠点があり、日本のコミュニティバスの導入の際は、 それを克服した形での導入となった。香港のミニバスについては、発達通り、バスの料金システムも参照。日本における、コミュニティバスの先駆けは、1980年代に、東京多摩地域から始まった。1980年7月1日に運行開始した、東京都武蔵村山市の武蔵村山市内、循環バスがその先駆けであるとされる。 武蔵村山市は東京都の市で唯一市内に鉄道駅が存在しないため交通不便地域が多数存在したその解消のため市がマイクロバスのイスズジャーニー EL を購入し立川バスに運行を委託したものであるこれに続いて1986年8月20日東京都日野市で日野市ミニバスが運行開始したこれは 市が行政サービスの一環として市内のバス路線のない地域にミニバスを運行するというものである。当初の車両は小型バスの日野レインボー RB が使用された。市が直接バス路線を開設することは現実的でないため日野市内で路線バスを運行していた京王電鉄バスが路線開設と実際の運行管理を引き受けた。 1990年代には、1995年11月26日、東京都武蔵野市で、ムーバスが運行開始した。計画段階から、綿密な需要調査が行われた結果、循環経路、均一運賃、短距離間のバス停設置など、その後のコミュニティバスに共通する特徴を方向づける、運行形態が採用された。運行は、関東バスに委託され、 車両は開発中であった小型バスの日野、リエッセが使用されることになり、日野自動車の協力も得られた。運行開始後、ムーバスは大きな成功を収め、テレビなどマスメディアでも相次いで取り上げられた。これに触発されて、各地でコミュニティバスの開業が相次ぎ、コミュニティバスという概念が全国的に広まることとなった。こうして、 東京多摩地域から始まったコミュニティバスはムーバスの成功によって全国各地に波及しそれぞれの地域のニーズに合った多様な取り組みがなされることとなった。1997年10月1日、静岡県岩田郡豊田町のコミュニティバスユーバスの運行開始と同時に日本初の IC カード乗車券であるユーバスカードが導入された。ユーバスは 遠州地方で初のコミュニティバスでもあったが市町村合併により岩田市バスに統合された後2015年3月31日に廃止されている1999年3月28日石川県金沢市の金沢フラットバスが運行開始車両は輸入車のクセニッツシティ3を使用し国内で初めて小型ノンステップバスを コミュニティバスとして導入した。斬新な車体で商店街アーケードの中をトランジットモールとして走行するなど、従来のバスになかった運行形態も注目を浴びた。1995年8月28日に発売され、ムーバスでも使用された小型ツーステップバスの日のリエッセは全中に扉の路線仕様が標準で用意され、 1997年12月8日には車椅子用リフトを備えたステップリフトバスも追加された。翌1996年9月26日には小型ワンステップバスの日産ディーゼル RN が発売。スロープ板が標準装備され、リフトよりも手軽に車椅子を乗車させることが可能となった。従来のマイクロバス車両が定員や乗降などの面で 路線バスとしての使用に難があったのに対し、小型バス車両の進化によって、コミュニティバスに適した車両が生産されるようになり、それまでバスが入れなかった境愛路線にもルートを通せるようになった。1990年代に入って、コミュニティバスが普及した背景には、こうした車両技術の進歩によるところも大きい。2000年代に入ると、2002年には、ノンステップバスの日の、 ポンチョ、三菱不装からもエアロミディ ME が発売され、車種選択の幅が広がった。その後は、国内バスメーカーの再編、交通バリアフリー法やディーゼル自動車の、ハイガス規制への対応により車種は集約され、小型バスの現行車種は、紐、ポンチョのみとなっている。概ね次のような特徴を持つことが多い。本来大型車進入禁止の道路でも、 コミュニティバスのために路線バスが除外指定されていることがある。既存のバス停留所、鉄道駅などから遠く、また公共交通機関空白地帯で、境愛路、坂道があったり、需要が小さいなどの理由により、通常のバス路線を導入することが困難な地区を対象としている。既存のバス路線を補うように運行されている場合もある。住宅地と、 市役所などの公共施設、医療機関、金融機関、繁華街、ショッピングセンター、交通欠接点などを結ぶ。一直線からほど遠い巡回型の経路設定や、循環路線が多く見られる。また一方通行の循環路線も多い。中心地から離れた集落など、利用の少ない停留所は、要望や予約がなければ経由しない路線もある。 一般的に通常のバス路線よりも停留所の間隔が短く細かく停留所が設置されている。停留所には駅ナンバリングのように番号が振ってあるところもある。ナンバリング設定後にバス停を新設する場合、前後のバス停の番号に枝番号を付けたものを付与して対応することがある。路線上に存在する事業所がバス運行に協賛している場合、その事業所名が 停留除名として採用されることもある。中規模以上の都市では15分ごとから30分ごとなどの高頻度運行でパターンダイヤとなっていることが多い。通勤時間帯とデータイムでは異なる運行経路を取る地域も存在する。例として北名古屋市の北バスでは朝夕に各住宅地と駅を往復し、昼間は公共施設、病院、 商業施設等を循環する。また、毎日定時の運行ではなく、決められた曜日のみ運行したり、学校の就業時刻などに合わせて、曜日ごとに時刻が変わる路線もある。土曜、休日、お盆は運休する路線、年末年始は、全便運休となる路線もある。大和高田市の希望号のように、第1、第3月曜運休という地域も見られる。 時間帯により運行形態が変わる地域も存在する。木津川市の木の津バスは奈良交通の一般路線と重複する区間が多いが、通勤通学に利用される朝晩は従来通り、奈良交通が直接運行、主に高齢者が利用する昼間時は、コミュニティバスとして集落内も経由する方式をとっている。また、飯田市においても新南交通が、 運行受託する市民バスの走らない時間帯は地元タクシー会社が運行受託するデマンドタクシー、飯田ナ乗りタクシーを利用する仕組みが取られている。その他、美ノカモ市の Ii バスではタブレットをバスに搭載し、音声合成でアナウンスを流し、時間、区分別情報人数を記録するシステムを導入している。地域によって様々な仕組みが取られている。 100円から200円程度の均一料金制、既存バスに合わせた運賃制度などが挙げられる。既存バスよりも安い運賃設定の場合、運行バス会社の定期券や東京都シルバーパスのような福祉パスが利用できない場合も多々ある。大都市圏のコミュニティバスにおいては、スイカパスも、スルッと関西高架などの交通系 IC カードが使える地域がある。 専用の一日乗車券や回数券、定期券を発行している自治体もある。定期券の場合、一般路線バスと同様に通勤、通学定期券の用意がある場合、福祉乗車証として高齢者や障害者などのみに発行する場合などがある。また路線維持のため、沿線の世帯ごとに毎月一定額の経費負担を行ったり、 回数券を購入するといった協力が行われている地域もある。運賃計算においては、車両運用の都合上、終着後直ちに系統番号を変え、または同じ循環経路に入る連続運行が行われる場合にも、運賃計算を打ち切らず通算し、一旦下車の必要もない地域も存在する。通常、AB 間と BC 間は独立して運行しているが、 AC 間を続けて運行する便に B 停留所をまたいで乗車した場合であっても改めて初乗り運賃が発生せず乗り越しできる路線もある。中型以下の小型車両を用いている。これにより大型車両が通れない狭い道幅の住宅街等へも路線区間として機能できる。使用される小型バスは リエッセやポンチョのほか、マルチライダー、クセニッツ車のバスなど外国製の車両を導入した例もある。輸送量が少ない路線では、ハイエースなどのワンボックスカーやセダン型タクシーも用いられる。低床でバリアフリーに対応したノンステップバスや車椅子用リフト付きバスが使用されることが多い。また燃料に圧縮天然ガスや液化石油ガスを使用したり、 アイドリングストップ機構を搭載したり、電気自動車に改造されたりするなど、公害の提言がなされているものが多い。住民に親しみを持ってもらうため、愛称やデザインを公募して採用したり、自治体のゆるキャラをラッピングするなど、車体のデザインや色の工夫もある。国産ノンステップバスが開発されるまでは、輸入車の小型ノンステップバスも使用されていた。ありがとうございます。